想像したもんなんでしょうか。難解なんだね。感情ってどこへ向かうべきもんなんでしょうか。そっと教えてよ。迷うことなく飛べるのに、一体僕らはどこへ向かうんだろう。恋愛の成功率はね、散々でね、いつだって成就しないまま、とはいえ好きになっちゃうんじゃもうやらぬよと買いなくなれ。存在自体を消えちまえ。そう思ってどんくらい経つだろう。来週はいつ会えるんだろう。愛すべき人は運命的に決まってるって、それは本当いるんだよ。大通りのど真ん中を歩けるような僕じゃないから、大抵足元気にして生きてる。最大の問題点はね、現状じゃね、どうしようもない関係だね。その「もうやらぬよ」と買えなくなれ。こんなんなら存在自体を消ちまえ。そう思ってどんくらい経つだろう。一体僕らはどこへ向かう。恋愛の成功率はね、散々でね、いつだって成就しないまま、とはいえ好きになっちゃうんじゃもうやらぬよと買えなくなれ。こんなんなら存在自体を消えちまえ。そう思ってどんくらい経つだろう。最大の問題点はね、現状じゃね、どうしようもない関係だね。その上会いたくなんじゃもうやらぬよと買えなくなれ。こんなんなら存在自体消してしまえ。来週はいつ会えるんだろう。ねえ僕らいつ会えるの。